はい、皆さんこんにちは。めいめいこと浅見めい、23歳です。今日は前回メイクレシピの動画を出してるんですけど、そのスキンケアバージョンをやっていくということで、今からお風呂に入るんですけど、ちょっと使うものを紹介できたらなっていう感じです。一旦シャワー入る前に、このヒロインメイク BB マスカラリムーバーでマスカラに重ねて塗る。こんな感じ。マスカラはね、こするのが一番まつげに悪いから、絶対にこれを使って落としてる。これなんか可愛くない？限定でピンクのパッケージでした。皆さん、私は普段シャワーにしか入らない、湯船に入らないということで、お風呂の中で使っているものを一旦先に紹介いたします。どうぞ。まずシャンプーがゆちゃんカラーシャンプーシルバーと、ウォンジョンヨリペアシャンプーモイストと、ボタニストボタニカルシャンプーダメージケアの3つがあって、ほんと日によるって感じ。あの、髪染めたての時とか色落ち防ぎたい時はこういうゆちゃん使って、あとなんかしっかりヘアセットとかしてもらって髪をにいろいろついてる時とかは別のシャンプー使ったりとか。でシャンプーも本当に気分で、ゆちゃんは結構長いこと使ってるけど、ウォンジュンヨとかボタニストは最近入ってきた新入りって感じ。毎日同じの使ってるわけじゃない、いろいろ試したりするのも好きだから、お試しのパウチのやつを買ってそれを使うこともあるって感じで。トリートメントは、あ、まずこれでしょ、このゆちゃんのやつね。このなんか使いすぎてベコベコなんだけど、このゆちゃんとボタニストのボタニカルトリートメントダメージケアと、このなんこれなんていうの、 UNOVE、 これ韓国のやつ、目代わりでだいぶ前に買ったやつ、このあとちょっとと、これは気分でたまにやるんだけど、ボタニストボタニカルヘアマスクデイリーダメージリペアを使い分けてます。クレンジングはこの&ハニーのクレンジングバーム、これはホットのやつです。&ハニーのクレンジングはめっちゃいっぱい持ってるんだけど、今はこれって感じ。でもマジでこれしか使ってないけど大好き。洗顔はこのモッチスキン吸着泡洗顔か、このカネゴスクラビングマットウォッシュ、これもまあ気分で変えてる。これも使ってるリファのブラシ、これはトリートメントの後にこう溶かしたりして使ってる。ボディクリームはこのボタニカルボディミルクディープモイスト。ボタニスト好きなのかな、メイって多分めっちゃ好きなんだと思う、ボタニスト。これはお風呂場の中で塗るやつで、お風呂上がってからはまた別のやつを塗ってるって感じ。こんぐらいかな、あのお風呂場は。あとトリートメントはね、いろいろ気分で変える時もあるから、とりあえず持ってるやつ紹介する。なんかこれめっちゃ汚い上、オージュアヘアトリートメントモイスト V、 オージュアクエンチとか、ジルスチュアートヘアマスクホワイトフローラルとか、これめっちゃいい匂いで、匂いが好きでこれ使ってる。これはサボンのヘッドスクラブデリケートジャスミン、これ使うとあのシャンプーの泡立ちが違うから、マジで頭皮も汚れてんだなっていうのが実感する。これおすすめ。今日はオージュア使おう、オージュアとヘッドスクラブ。あとね、これもこれは体のスクラブね、ボディスムーザー CH シャルドネの香り、オーベイビーの、これもお気に入りで週1ぐらいで使ってるって感じ。まあ毎日使うやつはお風呂場の中入ってるけど、これたまに使うやつは洗面所の下入れといて使う時に出すって感じ。ということで、ちょっと一旦シャワーに行ってきて、あとは上がってから紹介したいと思います。それでは行ってきます。はい、シャワーから上がりました。スキンケアします。いつもは着替える前にやってます、スキンケア。でも今日は普通に着替えました。はい、まずこちらランコムジェネフィックアルティメセラム、これを一番最初に使う。私のインスタの投稿に載ってるやつです。うん、スキンケアもね、めっちゃいろんなやつ持ってたんだけど、最近ね結構減らした、厳選してる。だからね結構余裕あるの、スペースね、小スペース。
で、これはもうずっと使ってる資生堂オイテルミンエッセンスローション。その見なくても覚えた。で、化粧水ね。これを塗ると。そしたらばパックを塗ります。塗ります。つけます。どれにしよう。マジでいろいろありすぎてさ、迷っちゃうぐらいいろいろあるんだけど。まあこれを使おう。ルルルンのフェイスマスクルルルン AZ ハイドラ AZ マスク。これはもう化粧水代わりのやつっぽいから、化粧水塗んなくてもよかったね。塗っちゃったからその上からやります。こんな感じ。メイのパックコーナー紹介するの。こんな感じ。これ全部パック。後ろにもある。結構あるでしょ。こっからいつもその日の気分とか、なんか肌の状態を見て決めてます。そしてこれニベアロイヤルブルーボディクリーム、ボディ用クリーム。これは超乾燥肌用。これはね、足に塗る、かかととか足の甲とかに使うやつ。これもリピート何個目だろう、5個ぐらいはしてると思う。結構持つんだけど、毎日使うから。あ、さっき紹介したジルのいい匂いのやつのボディミルクバージョンも持ってます。このホワイトフローラルの香りがめっちゃ好きで、たまにこれを使ったりもする。本当に日によるか。あとはこのデコルテ、コスメデコルテのボディローションもたまに使う。これは紐のツヤです。髪の毛にこれ使います。リファのロックトリートメント。こんな感じ。本当になんかスキンケアもヘアケアも毎日違う。メイクも毎日違うし、飽き性なのかなって感じなんですけど。これは何分だ、ちょっと時間を見とかないと。5から10分ほど。あ、じゃあもういいか。これを剥がして、こちらナンバーズイン白玉グルタチオン C 美容液。そしたらクリーム、コスメデコルテリポソームアドバンストリペアクリーム、これを塗ります。まあいい感じ、そんな感じ。あとこれ、これも最近仲間入りしたコスメデコルテのこのリポソームシリーズが結構好きで、これは美容液ね、スキンケアの最初に塗るやつで、さっきのクリームでしょ。で最近これが仲間入りしたんですけど、アイクリームリペアアイセラム。これはね、本当にちょっとだけ出してまぶたに塗ってる。あ、でもまつげ美容液塗るからその後にすればよかったなんですけど、こんな感じで塗ってます。目元のケアも大切ですよ皆さん。で、なんか意外とやったことなかったんですけど、まつげ美容液紹介していきたいと思います。まつげ美容液もね、本当にいろんなの使って試行錯誤って感じなのね。私はもうまつげパーマ歴何年だ、大学生の時ぐらいからか、だから1年生の、まあ、6年ぐらいなんですけど、まつげ美容液何使ってんのっていうのを紹介します。で、その試行錯誤しすぎるがゆえに、なんかいろんなのを試してんの今。だからどれが効いてるかわかんないけど、今まつげの状態めっちゃいい感じ。まず4個使ってます。はい、1個ずつ紹介します。ヒロインメイクアイラッシュセラムプレミアム EX。 これはこういう感じの形状、わかる？これね、これをはもうまつげに塗るやつ。しっかり上からも下からも、下まつげにも塗る。はい、で次が湘南美容まつげ美容液。これはね、初めて買ったやつ。こんな感じの、これをねドラッグストアで買った、まつけようかなで買いました、原宿の。でもやっぱ毛周期とかもあるからさ、いい感じの状態の時期もあればめっちゃ抜ける時もある。でも今は状態いい。そしてこれキャンメイクラッシュルーティーン、これはこういう感じね。でもマジでどれが効いてるか分かんない。とりあえずいっぱい塗ってるよね。意味あるのかな、分かんない。でも伸びてるからいいよね。そして最後がこれラッシュアディクトアイラッシュコンディショニングセラム。これなんか有名だよね。これはもうまつげに塗るじゃなくて、まつげの根元、生え際にだけ
そーっと塗ってる感じ。これは下には塗らない、上まつげだけ塗ってる。こんな感じで4種類使ってますよっていう。あとあれもたまに使う、コーティング剤、まつげのも使います。それはなんかまつげパーマのサロンで買ったやつ使う感じですかね。以上、こんな感じでした。あとなんか紹介するものあるか。クシラブクロム、これはまあお風呂上がりとかに使う用の目が粗いやつで、マジでいろいろ変えてて、これは朝前髪セットするとき用で、これ100均のやつ、もう汚れてもいいからケープ使うときとかスタイリング剤使うときは上からこれ使う。あとこれはね、お気に入りのラネージュのリップスリーピングマスク。こんだけさ長いこと使ってんのに、多分これまだ2個目とかな、やばくない？でもあの一応ね、これにチップ取るやつついてんだけど、それ短くて使いにくいから、これどこで買ったんだっけ、アマゾンかな、なんか忘れたけど、ちょっと長いバージョンを使って、これで取って塗ってこれ拭いてみたいな感じで使ってます。以上。ちょっと歯磨きするね。ノニオのマウスウォッシュ、ノニオの舌専用クリーナー、クリニカのアドバンテージ、こんな感じでした。あと朝使ってるのは化粧水は、このメラノ CC 薬用シミ対策美白化粧水しっとりタイプ、乳液はミノンアミノモイストモイストチャージミルク、朝の洗顔はこれビオレザフェイス泡洗顔か、このミルクタイプのクレンジング、カウブランドメイク落としミルクを使う時もあります。これも日によるって感じ。参考になったかな皆さん。まあ本当にでもスキンケアは合う合わないあるから難しいよね。なんかさ肌診断とかあるじゃん、そういうのもマジでひねくれてるからかもわかんないけど、化粧品コーナー、その化粧品売り場でやってるそういう肌診断って、そのブランドの化粧品を買うための診断じゃないのかって思っちゃって、ちょっと疑心暗鬼になっちゃって、あんまり信用できないっていう。どこでやればいいのそういうの。なんかあなたはこの肌質ですよ、これだけを知りたいの。あなたはこの肌質だからこれを買った方がいいですよは別にいらないの。肌質だけ知りたい、そういうところないのかな。はい、 OKOK。 そしたら矯正をつけます。マウスピース、下はマウスピースで上はリテーナー、こんな感じ。矯正もさ8年9ヶ月ぐらいやってますよ私。ちょっと喋りづらいんだよねこれついてると。でもさマジで頑張った本当に。今リテーナーだから、その付け外しできるやつなんだけど、そのワイヤーをつけてた時期、裏側にワイヤーをつけてた時はマジで大変で、裏側だからもうベロがすっごい傷つくわけ。その矯正、ワイヤー矯正を始めた2日後ぐらいに普通にプライベートで旅行行ったので、まあ、旅行行ったらいろいろ美味しいご飯食べたいじゃん。でも本当に最初のうちは特に矯正に口の中がさ追いついてないとか慣れてないから、いろんなとこが傷つくのね。でもマジで食べたいものいっぱいあるのに、口の中とベロが血だらけで痛すぎて何にも食べなくて、あのリアルに泣いたもん。本当に普通に泣いた。でマジ悲しい泣いたとかじゃなくてちゃんと泣いた。でもそれもまあね、慣れるまでだから、慣れたらね全然痛くなるとかはなかったんだけど、最初の方は大変でした。でなんか昔の写真とかを見返すと、あ歯並び良くなったなって実感する。てかさずっと思ってたの、目ってマジでデコ広くない？これすごくない？このデコの広さ。この前友達とは会議っていうか、なんかその話になって、目ってマジでデコ広いよねって言ったら、えマジで広いって言われて、でもその狭い人も狭い人なりに悩んでんだよみたいな、なんかちょっと説教されました。でもマジでにしても広いのはなんか羨ましいみたいな、にしても広くない？デコ広い協力してハゲてんじゃねみたいな結論出たら最終的に。で横から見ると特に、でもマジデコの形綺麗だと思わないで、綺麗に丸いでしょこれ本当に。そのなんかおでこを狭い人が広くしたくておでこ反っちゃった TikTok が流れてきたっていう話を友達がしてきて、その話になったの。そしたら
髪を乾かすんですけど、忘れてた。その前にスピンパウダー、これはね、前髪を下ろして乾かすから、これでおでこだけちょっと前髪にくっつかないように塗っとく。こうやって一回後ろに前髪をやるんで、いやマジで出てくる。真ん中で分ける、これが大事。なんか多分つむじの位置的には、つむじの位置でメイが髪を分けると右の方が少なくて左の方が多くなるのね。それだとちょっとなんか髪がバランス悪くなるから、つむじにちょっと逆らってまっすぐ真ん中で分けてます。で、こういう100均のスプレーボトルで前髪を濡らして、で乾かします。 OK、 はい、以上私のスキンケアレシピでした。いかがですか？これで結構詳細、やばい、 GoPro が熱すぎて切れたからもう終わります。はい、以上私のスキンケアレシピでした。なんか他に気になることがあったら、DM とかコメントとかで聞いてください。それでは次の方へどうぞ。 Go! バイバイ。おやすみ。プリーズチャンネル登録。さん、はい、クレマグの裏です。おはようございます。というわけで今日は分かってると思うけど、スキンケアを徹底的にやっていきたいと思います。前髪を止め待ちで、はい、今お風呂上がってもう髪の毛はあれしたんですけど、もう早速やっていきます。なんかちょっと前にね、スキンケアちょっと取った時あったけど、今日はフルでやっていきますね。まずこちら、お風呂上がったらカネボウラディアントスキンリファイナーふっとり化粧水。これこの前動画でやって、どういう効果があるのみたいな、教えてよって言ったらめっちゃコメント欄とかで教えてくれたんですけど、みんながこのふきとり化粧水は洗顔とかメイク落としで落としきれなかった汚れをこれで浮かして、よりこの後にやるスキンケアの浸透を良くするみたいな感じなんだよね。で、私はこれをみゆちゃんが使ってて買いました。こんな感じ。そしたら化粧水ですね。まあね、化粧水もこんな感じで、これスキンケア系、ヘアケア系、あと目とか口とかみたいな感じになってるんだけど、めっちゃあって、どれがいいか分かんないっていうのもあるんだけど、めちゃ普通に結構使ってるよっていうのが、まずオバジリファインローションか、こちら、これはドクター K の CK 薬用 C クリアホワイトローションと、こっちがアスメ。これの3つをよく使うかなーっていうイメージですね。なんですけど今日はドクター K 使っていきます。これも多分ビタミン C 系なんで、うん、ちょっとビタミンの感じの匂いはする。でもそんなに嫌な匂いじゃないので、使いやすいかなーっていう感じになっています。化粧水をしてからパックをやります。パックは結構いろんな動画で見せてんだけど、もう一回見る。最近また増えたからさ、動画とかでもらうのも含めて。こっちの後ろはこの入浴剤とかなんですけど、これも全部パックなんですけど。こっちもパックパックパック、これね多分いろいろ見せたと思うんですけど、これもパック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 、なので本当に選び放題っていう感じなんですけど、今日はトリデンにしようかな。トリデンのセルメイジングビタシーフェイスマスク。うちさ、ビタミン C 好きすぎんっていう感じなんですけど、そうなのよ、私ビタミン C 好きっぽい。でもこのシートは結構貼りやすくて好き。でも一番貼りやすいのはメディヒールですね。メディヒール一番好き。薄くてピタッてくっついてくれる。これはちょっとね、分厚めなコットンっぽい。はい、私のパックのあり方、まずデコを決めます。デコ決めたら目の横、上からね貼っていきます。ね、こう気を抜きました。そしたら口元を合わせていただいて顎貼ります。そしたらさ、ここは余るじゃん。さ、これをピッて横に引っ張る。顎張ったらここに引っ張る。するとここが引っつけた。たまに適当にやっててさ、ここがさ鼻ない時とかなんだけど、それめっちゃ言われる。でもそのシートによっては結構張りにくいとかもあるんだけど、この余ったやつはいつもこうやってここら辺とかに塗っちゃいます。けど今日は服着てるんで拭き取りますけど、これで10分ぐらいかな、いつも置いてんの。これは15分から20分って書いてあるんですけど、基本的にどのパックも10分ぐらいで取るようにしてます。
じゃあこのパックをしてる間にあれ教えるわ。メイク落とし、ね、私がメイク落としで使っているのはこちらのアンドハニーのブラックです。マジでこれは匂いも好きだし、テクスチャー言ってみたかった。テクスチャーとかもすごくいい。と洗顔で使ってるのはドクター K、 もうやばい、もうこれしかない。ドクター K 泡洗顔か、これビオレのマシュマロホイップ、こっちの2つ。これは基本的に朝とかに使う。これはお風呂入ってる時に使う。あと何、髪の毛とかスプレーはこの2本使ってます。これさ、どこに教えてよ、読めない。でもこれ9点でか。あとこれはサブリミックワンダーシールド A サロンホームケア用。これは美容室でおすすめされて、そこからリピートしてます。で今それを塗った状態で巻いてるって感じ。あとはこれもみゆちゃんがいいって言ってて、たまにこんぐらいも使ってるけど、これも化粧水です。 M マークシリーズアミノ酸浸透水。あと韓国で使ってるやつはこれだね。インテカのこのクリームは鎮静系のやつらしくて、これはなんかわかんないけど美容液、こんな使ってる。マジでほんと気分なんだよね、いつも。これもインテカの、これも美容液。これはね、めっちゃ薬草みたいな匂いするぐらいかな。この緑のシリーズは本当に気分で使い分けて塗ってるよって感じ。じゃあ次はオイル系いきましょう。髪の毛のオイル系、髪の毛のオイルめっちゃあるんだけど、今あるのはこんぐらいかな。4つです、今持ってるの。まずアンドハニー、これめっちゃいい匂い。これも私は髪の毛乾かすときに塗る感じかな。でこれも髪の毛乾かすときに塗る、エルジューダの MO オレンジと、ヘアセットの時に使うのがこのリファのロックオイルと、こっちリーゼのプレイフルケアオイル、修繕ケア、これも使います。これはダブル使いする時もあるよ。ワックスとオイル、これは結構私たち前にアンバサダーやらせていただいてたので、その時からずっと使ってるセットです。これが基本的に本当にその日の気分とか、この匂いつけたい。だから香水つけないんだけど、このオイルとかの匂いがうちの匂いって感じかも。いい匂いって言われる時は多分こういうやつの匂いなんだよね。で朝のスキンケアはこれ、これは多分韓国のインスタライブとかで紹介したんだけど、これも2本目。これは導入美容液、あこれもはい、みんなおなじみ無印の導入美容液、これもよく使うんですけど、こっちも導入美容液で、これ泡で出てくるのね。泡で出てきてこれを塗るだけなので、これをやってからパックしたりとかする。これもめっちゃ気分によって使い分けるよっていう感じです。とボディクリームはベンヌのボディクリーム、そんな感じ。あと買いましたよこれ、ラネージュのリップグロウィーバームブルーベリー、これは夜に塗ってる、めっちゃ保湿されます。リップはこれはわかんないんだけど、韓国に行った友達が買ってきて、これこそめちゃくちゃ硬いの、グーってやんないと出てこないんだけど、そんぐらい粘り気が強い保湿のリップです。基本ここに置いてるのはこの2つか、あの夜とかにしか使わないから。ノアリップとかは化粧するときに使うから、化粧する方に置いてある感じ。とこれがポイントリペア系です。前髪マスカラ、髪の毛のアホ毛とかを直すやつです。これいいね、ケープとプリスオーポイントリペアを使ってます。もうパック OK。 そしたら結構このやつはさ、ひったひたの美容液から染み込まして、次はこれもドクター K のシーリンクホワイトミルク乳液です。これもちょっと多分ビタミン C 系だから黄色いね、乳液こんな感じ。テカテカでさ、なんかテカテカが嫌なんだよね、ベタベタが嫌なんだよねって言ったら、なんかみんな教えてくれたんだけど忘れちゃったな。なんかあるんだよ、この後に塗った方がいい、あおやすみパウダー的な塗ったら気になりませんよって、それまた買ったら紹介するね。で乳液塗った後、いつもはこの前に美容液とかもやるけ、いつもっていうか気分でね。でやるときはさっきの見せたやんこれ系をやるけど、めっちゃ本当に気分、やらない時の方が多い、なんか持ってるのがいいみたいな感じになってる。で最後この乳液塗った後に塗るクリームがもう3つぐらい、オバジ使った時はオバジでみたいな
感じなんだけど、4つあるわ。はい、オバジジェル状クリーム、オバジシーセラムゲルです。これこちらのアベンヌ、これはクレマグハウスに3人で住んでる時から使ってる保湿ジェルです。あとこれさっきインテカのやつね、見せたやつ、これが結構多いかな、使う頻度としては。あとこれはカネボーの、これあさみさんがいいって言ってたから買ったんだけど、日中用クリーム、化粧した、これは朝のスキンケアした時に使うことが多くて、すっぴんの時かなに近い、すっぴんの時はこれ、これあのちょっと SPF20 ぐらい入ってるから、これにパウダーするとかの方が多いかな。今日はこっち塗ってみるわ、夜だけど、夜だけどいいよね、よくないのかな夜にこれを日中用だから結構お花みたいな匂いする。これあともったり、首まで買おうと思ってって皮膚科の先生に言われた。はい、これで一旦顔は OK。 目ですね、目、ラッシュアディクト、ラッシュアディクトアイラッシュコンディショニングセラム、まつげ美容液です。これを根元に塗っていきます。なんかうちのまつげ、この長さはあるんだけど内側が薄いのねって言われたの、まつげの言ったらさ、今一生懸命育ててる、長さは結構あるんだけど、もう目尻の方が濃い、今目尻あんま塗ってない。あと下にも塗りますこの顔怖いよね。はい、これが塗れたらば、次はラッシュリンクアイラッシュセラム、これはチップ型の、これはメイがいいよっておすすめしてくれたから、そうやってこれを毛に塗ります。毛に塗っていく、こんな感じしたら目も OK って感じですか。あとなんかやるっけ、なんかある、歯ブラシとか、あ、歯ブラシだ、新しいの出そうと思った。新しい歯ブラシはディズニーのにします。マジさ、こういう歯ブラシばっか使ってるからさ、子供用みたいな、歯に合ってるかは知らん。私の歯磨き粉はアパガードプレミア、意外とこれ使いやすいんだけど、この持ち手、この間ホワイトニングってさ、なんか光でやるホワイトニングみたいな、日向が言っててそれ紹介してもらったんだけど、多分めっちゃ白くなったはず。でもうちさ、一回行ってみたい、歯医者さんで歯磨きの仕方教えてほしい。でも今度ポコが歯科検診あんのね、だからその時にうちもちゃんと聞いてこようと。これで私はもう何も食べれなくなった。くわー、食べないけど、食べないけどね。アサヒくんの化粧水はこれ、ラコレの化粧水を最近めっちゃ、アサヒの友達も来てこれ使ってたんだけど、これめっちゃいいから買いに行きたい、どこもって言って、なんかラコレに買いに行ってた。あとはメラノ CC もございます。これはママが使ってる、全然こっちのやつ使っていいよって言うんだけど、使い方が分かんないから、もう分かりやすいのがいいって言って、このメラノ CC を使ってるって感じかな。私のメイク落とし系、これは水クレンジング、上がシュポシュポってなるやつと、これポイントのやつ、目元口元のやつ、それがビオデルマ3CBOH2OI、 これちょっと名前わかんない、ドンキとかにも売ってます。あとサマサマ、こいつヒロインメイクのスピーディーマスカラリブーバー、これめっちゃいいから、マジでマスカラ塗ってる人は使ってくれって感じね。こんな感じですわ。あとは髪の毛乾かしたらもう一通り終わりだよっていう感じでございます。あ、最後にこれ、オッジオットシルキームース、これムース状の保湿クリームなんですよ。いくよ、ほわほわ。これネイル行ってるところで買ったんだけど、いつもネイル終わった後これでこうやって、はい出してく、手出してくださいって言われて出すとね、こうやってシューって出してくれるのね。でこうやって塗って帰ってくんだけど、これ塗った後なんかベタつきないの。私そういうハンドクリームが良くて、ペタペタしたままだとこのまま携帯触ったりとかするのがやっぱりちょっと苦手なのね。だけどこれあのサラサラになる、めっちゃ良くて、これってどこで買えますかって言ったら、サロンでしか買えないのかなみたいで、ネイル行った時に一緒に買ってきたんだけど、ちっちゃいのもあったけど、まあ、家で使うしと思って大きいのを買いました。これは 330g で6500円、ちょっと高いから、マジでちょっとずつ使ってる、だから全然なくならん、多分こんぐらいしか使ってないまだ、めっちゃ入ってる、こんな感じ。これはおすすめしたかった、めっちゃいい、ほらベタつきがないハンドクリームが私は好きな、いい
そういうこと。こんな感じですね。以上、私のスキンケアだったんですけど、やっぱり私はみんなからいいよって言われたものを使っていく方式なので、自分に合うか合わないかも本当に使ってみないと、みんなもそうだと思うんだけど、わかんないじゃん。だからこんだけいっぱいあるんだけど、もう最終的にはなんかこれっていうの決めたいなっては思ってるけど、なんかそれをずっと使い続けるっていうのもあんまりできないタイプみたいで、いろいろ使ってる所存でございます。はい。なので皆さんもこういうのいいよとか、私はこういうのはなかったとかあると思うので、参考にしてみて合う合わないは確かめてください。お肌とかさ、頭皮とかも合う合わない合わぬので、気をつけましょう。痒くなっちゃったりとかするから、私はあとは髪乾かさないといけない。それが一番だる、本当にだる。しょうがねえね。頑張って乾かそうかなって。もう暑いからここリビング行って乾かします。はい。最後まで見てくれてありがとうございました。え、どうしよう、最後パックだけ紹介しようかな。これはまだ封は開いてないんだけど、このシリーズ3分時短ケアのメディヒールのやつ、朝にめちゃくちゃおすすめです。私は旅行行くときは朝も夜もこれでいいと思ってこれ持ってっちゃう。7枚入ってるから多分、変なんか転んでる人、7枚入りなので朝夜で2日ぐらい、2日3日持つじゃん。これ持ってくんだけど、これマジ3分から5分でいいから朝、まあ、これ夜もいいんだって、疲れた夜にちょっとだけでもケアしたい時、私はこのシリーズを使ってます。よかったらみんなも使ってみてください。ずっこけた方、うんち出たそうです。よかった。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。プリーズチャンネル登録。三杯クレマグのエアです。おはようございます。はい、ということで本日は私の美容、美容レシピ、メイクレシピの美容バージョンみたいな感じなんですけど、それを本日は紹介していきたいと思います。夜の美容を紹介していくんですけれども、まあ朝何使ってるとかも一緒に紹介していきたいと思います。まあ見ればわかると思うんですけど、お湯にできるだけ浸かるようにしてます。やっぱ冷え性っていうのもあって、夏場でも結構体がもう冷えなので、なるべく体を温める。あと私よく膀胱炎とかにもなるんですよ。でそれってまあトイレの行かなすぎだったりとか、あとはあんまり水を飲んでないっていうのもあるし、体が冷えてるっていうのも原因の一つらしいですよ。なんでなるべく体を温めて、家にいる時も靴下を履くとか、こたつソックスとかあるじゃないですか、それを履くとか、あとは水飲むときはなるべく常温に近いものを飲むようにすると、本当は冷たい方が好きなんですけど、私はあんま飲んだ気がしないから冷たい方が好きなんですけど、そういう膀胱炎になってからさらに気を使うようになったっていうのはあります。あとは漢方を飲んだりとか、私は膀胱炎を防ぐ漢方、防ぐっていう漢方を飲んでます。今はなんで、こうやってお風呂で体を温め中です。てな感じで、まず私がいつも使っている、夜に使っているクレンジングオイル。ラフラのオイルセラムクレンジングです。150ml なんですけど、これ。もっと大きいやつあって、私間違って 150ml のちっちゃいやつ買っちゃって、もっと大きいやつあります。これは、マツエクにも OK。私マツエクしてるんで、すごくありがたいですね。あとはあまり保存料とか、なんか保存料そういうあるじゃん、肌に良くないものが入ってないんですよ、このラフラってやつ。なんで肌に優しいなと思い、私はずっとこれを使ってます。何本目か分かんないくらいもうずっとこれで、匂いは柑橘系の匂いで、すっごいいい香りで、これでメイクを落とすのね。そしたら次に洗顔、うん、洗顔、夜はこちら SK2 フェイシャルトリートメントジェントルクレンザーってやつを使ってます。とかこれさ、もうなくなる、やばい、買わないと。これを夜に使ってます。これも何本目か分かんないぐらいずっとこれ、洗顔は。で朝は
もう泡立てたくないから泡立てる時間もないから、このビオレ毛穴汚れオフ生クリーム泡っていうやつで、朝はこれで顔洗ってます。シャンプーはシャンプーはこれですよね、ケッチャーの私はパープルを使ってるんですけども、皆さんユチャって知ってますか？私たちクレマグがプロデュースしているカラシアンなんですけども、今知ったよって方は、はい、挙手してください。やばいです、遅いです、それ知ってください。私がブラシアン担当、パープル担当で、まあアサミとウラも担当があるんですけど、シルバーとピンクね、これを使ってます。何度も言うようなんですけど、カラシアン私も結構使ってきました。いろんなもの使ってきたんですよ。やっぱ髪がずっと明るいっていうのもあって、パープルをずっと使ってきて、やっぱりさ泡立ちにくかったりとか、あと洗った後キシキシする感じだったりとか、あれあるじゃん、あれがすごく嫌だったのね。でもまあしょうがないやっていう気持ちで使ってたの。やっぱ黄ばんできちゃうし使わないといけないっていうあれで使ってたんですけど、そのキシキシだったりとか、あと泡立ちにくさだったりとかを、何て言ったらいいの、これは、あ、泡立ちやすいです、はい、難しいんでちょっと日本語あったんですけど、泡立ちやすい、ちゃんと泡立ちます。そしてもうトリートメントがついてるんで、ちゃんときしまずにしっとりしてくれます。こちら本当におすすめです。で、何と言っても匂いもいいんですね。誰もが振り返るローズブーケの香りっていう匂いなんですけど、こちらのパープルすごくいいです。いい香り、めちゃめちゃおすすめです。この私はこのセットを使うことをおすすめします。黄ばみとか気になるよっていう方、髪染めてるよって方、ぜひこちらのパープルシャンプー使ってみてください。そしてボディショップとか気になる？気にならないの？まあ、あとはニベアです。はい、でお風呂出るときに体が濡れた状態で塗るものがあって、タオルで拭かないよ、濡れた状態で、ね、上がるときにこちらの確かハクスリーっていうやつなんですけど、こちらを使ってます。あのね、これね、これの黄色バージョンもあるんですよ。黄色バージョンは使ったことあるんですけど、なんていう匂いって言ったら、ちょっと柑橘系っぽい匂いなんですね。で、この青、私これ2本目とかなんですけど、この青ね、トン、でもなんかいい匂いがするわけ。あのね、本当にいい匂いがするの。ただ私って結構香水でもレディースもの買わないんですよ。メンズものの香水しか買わなくって、甘ったるい女の子の香水あるじゃないですか、そういう匂いが好きな方は多分これあんま好きくないと思うんですけど、マジで好きな男の人の体から香っててほしい香りでを自分の体に塗りたくてます。これね、マジで本当にいい匂いする。で、なんでこれを塗ってるかっていうと、私乾燥肌っていうのもあるし、お風呂上がり毎日ボディクリームを全身に塗りたくるんですね。塗りたくるんですけど、やっぱそれだけじゃなんかあんま保湿されてるこれみたいな、ちょっと不安。うん、もちもちマシュマロボディ、トゥルトゥルのお肌を目指してるんで、これを体濡れた状態でこれを全身にこうやって塗るのね。で、塗ったらタオルでこうやって拭くんじゃなくて、こう押さえ込むようにして体を拭くので、その後にお風呂上がりに、あ、それも後で紹介するんですけど、ボディクリームを上から重ねると、なんとびっくり、もう本当にトゥルトゥルのお肌に、もちもちのお肌になれます。もう触り心地最高なぐらいのお肌になるので、ぜひこれ使ってみてください。ちょっとこの匂い嫌だなって方はこれの黄色もういい匂いなんで、こちらも絵はね、断然この色の匂いがドツボ。お風呂で使うものはこんな感じです。また上がってからだね、なんか化粧水とかさ、美容液とかもろもろ、それはまた後で紹介していきたいと思います。それでは皆さん、また後ほど。はい、お風呂から上がりました。ということでですね、
今からスキンケアの方をしていきたいと思うんですけども、その前に私が使ってるボディクリームがこちら、フェルナンダフレグランスクールマッサージミルクマリアゲルです。じゃあ使ってます。これの匂いも本当に大好きすぎて、超いい香り。これも塗った後ちょっと置くとすっごいいい香りになるの。さらにこれは本当に大好きすぎて、これも何個目か分かりません。次、お尻のピーチジョーンヒップルン薬用ホワイトクリーム、これをお尻に塗ってます。で、これはお尻以外の全身塗って、これはお尻のみ塗ってます。分けてます。それでは今から顔をやっていきたいと思うんですけど、顔はまずこちらのベネフィークリセットクリア N 拭き取り化粧水でございます。見えてるのか、これこちらですね。こちらをコットンに取りまして、顔全体拭き取ります。こんな感じ。私はもうちょっとでお生理ちゃんが来るので、結構絶賛今ね顔が状態がよろしくない。この間までここら辺マジでニキビやばくて、ホルモンバランス崩れてますね。続いてこちら、ナチュリエハトムギ化粧水、こちらを使うんですね。こちらはですね、もうふんだんに使います。このぐらい大量に見てる、これをこれ顔洗ってんのって、これもうジャバジャバ首まで、そしてもう一度手に大量に取って、こちらナンバーズイン5番白玉点滴グルタチオンシートナー、これはですねコットンに、ここはコットンなのって思いますよね。コットンです、コットンに。でも結構出して塗っていきます。なんで私は化粧水を2個使いしてます。1個はもうさっぱり系のハトムギ、ハトムギが一番いい、ハトムギの余計なものが入ってないおばしゃばしゃ使えるやつをふんだんに顔に塗りたくって、これでその上にまた塗る。そしたらここでパックをしていきます。今日使っていくパックはこちら、ナンバーズイン白玉グルタチオン C ふりかけマスクです。さっき使った化粧水のマスクバージョンを使っていきます。正直ね、あのパックは夜使うパックはもうバラバラ、ランダムです。これを貼ります。で、私は朝と夜に必ず必ずパックをします。これは本当に絶対に欠かせません。どんなに朝忙しくてバタバタして今すぐにでもメイクを始めないと間に合わない、くても朝パックは絶対やる。メイクの特化を省く、それくらい絶対にやると心がけてます。そしたらですね、朝使っているパックも紹介します。大好きなシカデイリースージングマスク、こちらは朝に使ってます。いっぱい入ってる、だから朝は大容量のやつ、夜はちょっと一個入りとか、なんかそのお高めのやつを使うようにしてます。あとは朝の化粧水もさっきのと一緒、洗顔して頭でブシャブシャってさっきの5番をなじませて、でシカのパックをしてって感じ。朝は美容液だけが違うっていう感じです。あとは、あ、これこれペアナイト、こちらラッシュアディクトアイラッシュコンディショニングセラム、こちらまつげ美容液ですね。私はまつげくしてて本当にまつげが超抜けるので、これを塗るようにしてます。なんかハゲてるって言われたんで、いつもまつげくやってくれてるお姉さんにまつげがハゲてますって言われたんで、今までやってこなかったまつげ美容液を塗るようにしてます。そしてキスミーヒロインメイクアイラッシュセラム、こちらもまつげ美容液です。これをこんな感じになってるんで、これをねまつげにこうやって塗っていく。さっきのまつげ美容液はこういう筆じゃなくて
こんな感じになってるね。これはこのまつげの粘膜にこうやって塗っていく。これもルーティンです。そんな感じかな。それでちょっとパックが終わったらまた回していきたいと思います。次は美容液だよ。5年後。はい、パックが終わりました。なので今から美容液を塗ります。こちらアユーラセラムオプティマイザーです。こちらを使います。これ美容液なんですけど、え、待って、これもうないやん。やばいやばい、買わないと。本当にないかも。出る？あ、キリ出た。これをちょっと取って顔全体に塗り広げます。まあ、もう今のでなくなった。あ、切れました。これに関してはストックがないから急いで注文しないと。そしたら乳液がこちら、トゥベールナノエマルジョンディープです。これ乳液、これ使います。ちょっと取って塗り広げます。そしたらですね、朝の美容液がこちらの、これ韓国語で書かれてる、これもでもナンバーズインの3番ですね。もうこの美容液は、これは朝、これか朝はこのポーラホワイトショットフェイシャルセラム、これかこれのどっちかを使ってます。で乳液は夜と一緒。前まで朝の乳液がこれ使ってたね、クリニークの、英語で書いてあって読めないんですけど、これを使ってたんですけど、これだとなんかねめっちゃ乾燥して結構あのファンデーションとかパキパキするから、朝も夜と同じこれにしたら結構良かった。パキパキなんなかったから。最近はそれ、さらに、まあ、これも毎日じゃないんですけど週3、4くらいでこのラネージウォータースリーピングマスク、洗い流さないマスク、これを塗ってます。なんかね、これやった次の日の朝結構ねお肌がトゥルントゥルンになるし、メイクのりも結構良い。こんな感じ。結構ね、なんか塗った時はベタベタするんだけど、時間経つとそうでもなくなる。これいいよマジで、これおすすめ。今日はこれを塗って出ます。私はマジでさ、乾燥一番の天敵じゃないですか。特にこれから冬が来る、保湿に命かけてます。はい、そしてラネージュのリップスリーピングマスク、筆ついてんだけどさ、チップついてんだけどさ、これさチップで塗るのめんどくさくて、爪でこうやって取って、こうやって塗る。これメイメイから教えてもらったやつなんだけど、これもう良すぎてもうこれしか使えなくなった。もうあのリップスティックの方もさ、リップなんてもう乾燥めっちゃするし使えないじゃん。でそれまでワセリンだっけ、こうやってチューブで出るやつ、それ使ってたんだけど、やっぱそれもなんか潤が足りないなっていう感じになって、やっぱねこれに勝つものはない。本当にこれもうマジで大好き。で髪を乾かしていくんですけど、ヘアオイルたちを今度は紹介します。ヘアオイルはこちら、これオイルじゃなくてブースターなんですけど、リブライテックスプレミアムミストヘアトリートメント、これはブースターって言って、だって髪シュッシュして、これはブースターは、これをしてからヘアオイルをつけると浸透が良くなるよってやつで、ヘアオイルがこちらリブライテックスオイルセラムヘアオイルです。熱を味方につけて髪を補修し、みずみずしくサラサラでまとまるツヤ髪へ。これもね本当に大好き。3プッシュぐらいつけて毛先中心につけてなじませます。これは私がいつもお世話になってる美容室バイスさんに行ってるんですけど、そこで買ってるヘアオイルなんですけど、まあ、まずめっちゃサラサラでまとまるツヤ髪にしてくれるのももちろんなんですけど、匂いフェチの私からしてとんでもなくいい香り。これも香水が髪から放っているかのように
とってもいい香りなんで、この2点セット、これも結構おすすめです。ブースターしてからのヘアオイル結構良いです。そんな感じかな。壊れた壊れた。顔にはもう何も塗らないし、ヘアオイルもこんな感じ。以上、私の美容はこのような感じです。では今からちょっと髪の毛を乾かしていきたいと思います。はい、髪が乾かし終わりました。どうでしょう皆さん、こんな感じです。結構もう夜は本当にマジで保湿命みたいな感じで、夜はっていうか基本そんな感じでやらせてもらってます。たださ、朝って難しいじゃん。そのメイクとかするからあんまさ、なんか保湿を塗りたくりすぎるとメイクがよれちゃったりするからちょっと難しいじゃん。だから基本夜はまあもうこってりとした、もう保湿すっごいされてる美容液を使う。で朝はちょっと軽めの美容液を使うようにしてます。本日の美容レシピいかがだったでしょうか。わかんないことあったらぜひ聞いてください。まあとりあえず保湿命だよっていうことをお伝えしたいです。私はあとはボディクリームだったりとかボディオイル紹介したやつは本当にとてつもなくいい香りなんで、ぜひ皆さん真似してみてください。そして私たちのカラシャン、ユチャ、ぜひこちらも使ってみてください。私はパープル担当でございます。あれも本当にとてつもなくいい香りがします。私は匂いフェチなので匂いには厳しいです。なんで私がおすすめする匂いとか、まあ匂いはね人それぞれこだわりがあると思うんですけども、めちゃくちゃいい香りなのでぜひお試しあれ。はい、ということでぜひ真似できるところは真似してくれたらすごく嬉しいです。本日もご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。皆さんおやすみなさい。では今から洗濯物を干して寝ます。